はい、というわけで始まりました。信長の野望戦国群雄伝。今回は、伊予守護式にして、左京大夫、伊予の神でもある、河野通信です。それでは、今回の見どころ。以上でお送りいたします。それではスタート。最後の弱小大名と言われるだけあって、国力は低めだな。国高だけ3桁だが、他派をしなべて2桁。国内は収まりがつかず、謀反に悩まされた経歴を反映してか、民中もかなり低いな。まずは恒例の家臣団のチェックから。当主道信の能力は低くはない。家臣も地味ではあるが、モブ天国の今川よりはマシなレベルか。早速、やることがない。開始早々、カットなのね。お、隣国土佐で謀反だ。鎮圧されたか。元地下が謀反でやられるわけがないでしょ。北条が里見を攻めたわ。まあ、いつもの光景ね。しかし、同じ弱小大名としては、明日は我が身だな。しかも当家は、毛利、長宗我部、三好と、名だたる戦国大名に挟まれ、進出する隙がある大名が一つもない。逆に言えば、それら勢力から、いつ攻められるかわからないという、針のむしろゲームだな。訓練ぐらいしか、やることがない。早く、国力を増強しないと、毛利、長宗我部がいつ攻めてきてもおかしくない。気は焦るが、やれることがない。北条からの使者。お、さっき滅んだ里見の息子だな。捕らえてみよう。まあ、ゆっくりしていくがよい。おお、さすが亡国のプリンス。忠誠度が高い。こんなスペックでも、当家では、一番の有力家臣だぞ。米が安い。
買っておくぜ。こういう貧困国は、米相場で儲けられるかが、国を維持できるかの分かれ目だぜ。よしひろ、お前の故国は盛り上がっているぞ。謀反成功していたら、迎えが来るのかしら。おっさん、朝倉にいたのね。先週、鴨川シーワールドで死んだもの。それは別世界ということで頼む。また謀反か。泡の次は泡。洒落ている場合か。しかし、近隣の謀反は歓迎だぜ。年貢も大して取れんな。かといって、軽減する余裕もなし。鈴木家が、泡に攻め込んだわ。さっきの謀反で、弱体化したところにつけ込んだな。しかも、ただ言うの勝ち。長祖壁から跳躍の手が伸びてるわ。三好が動いた。泡の廃山兵が、摂津泉に流れたんだな。規定路線ながら、旗野が滅亡。そろそろ、毛利か、長祖壁が動きそうな気がする。国力が心もとないが、攻められる前に、この辺りで、兵力の増強をしておく。何回、徴兵するの？あまりやりすぎると、今度は、兵糧不足になって、いつかの、本願寺や畠山みたいになるわよ。わかってはいるのだが、とにかく、兵数がないと攻められる。そのバランスが難しいところだな。そして訓練。
米が安い。買っておくぜ。うわ、勘弁してくれよ。イオじゃなかったようね。一発の台風でも、死活問題だからな、この国は。台風の後だけど、豊作なのね。兵糧に余裕のある今こそ、年貢軽減。台風も怖いが、一揆も怖い。また仕組み返してるわ。再編成で、道の部に兵を集中しておくか。そして訓練。もう一つ訓練。これもおなじみの光景。もうちょっと他の言い方はないのか。なんとも土地か自ら来訪。うーむ。地理品の河野には千載一遇。え、マジ？この後の処置だが、ここは私が。有効に来た大名を捕らえて殺すとは、我ながら、卑劣にも程があるな。でもこれで、脅威の半分は去ったわ。確かに、そうではあるが。早速、鈴木家が土佐へ進行。なんと、あの長祖壁が一瞬で滅亡。元地下を失うと、四国最強大名も、実にあっけないものだな。土佐の様子を確認。
残存兵力が少ないな。やはり長宗我部討滅には、手を焼いたようね。重秀が来ているではないか。それも手勢が少ない。むう、重秀が欲しい。でも重秀だけを獲得するなんてことはできないし。よし、こうなったら。伊予を捨てて、土佐へ引っ越す覚悟で臨む。全軍、出陣。金も米も、全部持っていくぜ。まずは、確実に重秀を得るために、定雄は後回しにする。兵数こそ多いが、項の軍団はせいぜい戦闘60ちょい。夜襲でも優勢となるかどうか。おお、道信なかなかやるわ。よし、捕らえた。もう定雄はどうでもいい。兵を消耗する前に、なんなら退却してくれ。やはり、ただでは引き下がらないわけね。一旦引いて、夜襲にかけるか。それ行くぞ、かかれ。どうせ捕らえられん。道直は攻撃に及ばず。軍師重秀と、土佐を獲得したわ。当家には、能力低いモブを買っておく余裕はない。どうせ、すぐ毛利三好が攻めてくる。早速、来たわ。一応、無事退却。伊予に出てきた毛利を調略するぜ。清水宗春がいた。これまでの経験上、宗春は意外と引き抜ける。おお、一発 OK よ。重秀の嘘つき。
秀での嘘つき、2回目。重秀の嘘つき、3回目。3回目って、わかってるわよね？あ、てめえ打ちやがったな。それならば、バニクロス。味方同士で、殺し合うのはやめてくれ。色と違って、高い粘附率を適用できるのは嬉しいな。今月は泡を跳躍するぜ。この間、嘘つき3回。今回はボコらないのか？メラゾーマ唱えようとしたら。って言われちゃった。香川元影ゲット。早速兵を取り上げる。ついでに徴兵もしておくか。ここで泡の様子を。国力は貧国と言っていいな。伊予よりひどい。篠原長房の忠誠が低いわ。うむ、攻め込んだら寝返るレベルだな。よし、泡攻めを敢行するぜ。重秀を向かわせたいところだが、伊予の元就への備えに残しておく。道信の短期がけね。とりあえず、篠原長房が寝返るのを待ちつつ、小髄城へ迫れ。サダユーを夜襲する？いや、長房が寝返るまでは待つ。やっと寝返ったか。サダユーに近づき、退却を促すぜ。長房は突撃。いや、長房では捕らえられんだろうな。兵の無駄。中止。周へ帰っていったわ。なんと捕らえた。鉄砲の鈍足ゆえか？踏んだが、これが愚問の習い。あの河野が、すでに大名首を二つまで。そういえば、元親の弟、吉良親貞はどうしているだろう。讃岐あたりに、在野でいないか？いないわね。では、泡は？
戦闘力74は、四国ではかなり魅力ね。キラチカサダゲット。元隣はサヌキを攻めたか。脅威の元隣が、サヌキ餌ってくれたな。利用奪還するチャンスだぜ。奪還するどころか、向こうから攻めてきたー。清水宗春か。相当数連れてきたな。でも向こうは一人よ。こちらには、重秀がいる。鉄砲を効果的に配したいが、地形が平坦で難しいな。町に入るか否か。いや、ここで待ち受けよう。宗春、まんまと射程に飛び込んできた。ふふ、構え。構え。放てとは言ってないぞ。あんたの言い間違いでしょうが。道信本陣、危うい。退避しろ。今度はちゃんとやんなさいよ。放て。構え。遊ぶな。起立、着席、礼を思い出したわ。ちゃんとやらないから、逃亡してるわよ。おえ、追いかけろ。と言っても、追撃になると、途端に使えない、ゾンが目舞台。重秀、こっちへ来い。どんか目が早すぎて、なんかキモい。あ、すり抜けた。まずい。これ取り逃がしたら、こちらの方が兵糧が不利よ。ようやく追い詰めたぞ。相手は平一、野州で二人目の軍師ゲットだぜ。って、捕らえられんのかーい。いくら宗春とはいえ、平一相手にこのざま。むざむざ逃がしてしまって、なんと情けない。信玄から使者。恩国の信玄など、どうでもよいわ。捕らえろ。逃がしたか。最近、逃がしてばっかりね。阿波の兵を増強しておく。
で逃げた宗春はどうしているかしら。我が故国ながら、毛利が統治すると、ここまで発展するのか。三好正康の忠誠度が低い。ここは跳躍を仕掛けるぜ。20倍速でどうぞ。忠誠30しかないのに、なんと頑固な。三好正康ゲット。やっと来たか。伊予は残り平重の宗春しかいない。攻め取る前に、背後の阿波に吉良親貞を派遣しておく。再編成。正康の兵を没収する。そして伊予へ出陣。我が故国を奪還せん。む、逃げないのか、宗春。者ども、野衆だ。また、撃ち漏らすんでしょ。え、捕らえたの？退却しなかったコンピュータも、多分予想外。無論、召し抱えるぜ。これで晴れて軍師二人ね。今度は、秋を跳躍するぜ。で賛同。また捕まったじゃない。再度行け。平賀博介ゲット。兵94も連れてきた。早速没収。今月も、秋を跳躍だ。ゲット。さらに、引き抜きを続行。
西本助ゲット。阿波は減税策で、伊予も大規模減税。徳川家から使者、平八郎か。まあ、ゆっくりしていくがよい。なんと、本田忠勝ゲット。引き抜きじゃないけど。相場がいいわけではないが、平八郎の褒美のために、米を売るぜ。これで大丈夫。我が軍の中核として活躍してもらうぜ。そして出陣。条約で弱体化した秋を攻めると思わせておいて、さぬきに兵束している元成を倒す。相手は名うての元成、重秀の鉄砲隊に全てがかかっているぜ。三好義継が寝返った。あまり戦力にはならんがな。義継は伊予へ退却せよ。重秀、かかれ。さすが高本、崩れはしないか。どうせ来年あたり寿命が来るから、次は鉄砲で狙撃してやるぜ。構え。放て。
銃殺せず、生け取ったか。さて、ここからが問題だ。いくら重秀とはいえ、元就に、鉄砲隊で夜襲するのは不利だ。なるべく、有利な山から攻撃するため、陣地を西側へ移動させるぜ。夜になったわ。まずは、やはり、領地するか。道信にしては、検討しているわ。道信に攻撃させておいて。そこからの、一斉射撃。構え。放て。見事、元就隊を半減させたわ。籠城はやむを得まい。あそこまで、元就を損壊させれば十分。道信は下がって、重秀に本丸突入させよ。まったく、遅いな。やっと、到着。元就、撃って出てきたー。重秀、元就の首を上げろ。そして戦闘力もアップ。毛利元就、撃ち取ったり。引き抜かれるのと、寿命を迎えるのと、どっちが早いだろうか。さぬきにかまってる間に、浮田が秋に動いたわ。取られてしまったか。元春も、武将狩りに励んでいるようだな。
さぬきに来たかなりの兵が都会してきたみたいよ。しかし、守るは重秀。しかも、防衛線は鉄砲隊の得意とするところ。構え。花、あーん。一ターン待てだと？重秀てめえ、この肝心な時に、全然訓練が足りてねえじゃねえか。さぬきを任せりゃいい気になりやがって、うどんの食いすぎなんだよ、この。かまたま野郎がけ、鉄砲、すごい。その代わり身をなんとかしろ。まただ。これじゃあ、効果半減だな。あ、もう退却した。他に、騎乗儀やろうとか、ヒヤーツやろうとかも、考えてたのに。誰も期待してない。兵を持ってるから、飯抱えだな。さっき取られた秋を、また跳躍するぜ。岩なりとも道がいるわ。岩なりとも道ゲット。なんと一発で。さらに跳躍。森下道よゲット。岩なりとも道の忠誠度を上げるぜ。跳躍が鳴ったところで、秋へ攻めいる。赤松のりくさが寝返ったわ。早速、直家本陣を奇襲しろ。なんと、あっさり退却。道安、悲惨許すぞ。しゃあなしらしいわよ。道信は、秋に本拠を移したぜ。隣の、
周防長遠跳躍だ。サイド池。また来る島とおるやす捕まったわ。サイド池。赤松のりふさも捕まった。胸張る、こんなによく勇者出しておいて。これは落とし前つけてもらうわよ。メラドーマ。で、画像が雑。村上武義ゲット。やっと焼き入れは効果あるわね。何気に整数98も連れてきたか。では、周防長遠の様子を。この様子では、もはや軍とは言えまい。赤子の手をひねるとはこのこと。早速出陣だ。友道一人でよかろう。なんだ、もう引いたのか。少しばかりとはいえ、兵は持っていたな。道康、帰参許す。って、何度目だ？西瀬戸の覇者までもう一歩。賛美を跳躍するぜ。まさきと北田ゲット。秋の主力を繰り出す前に、さぬきの重秀に、敵兵削減をやってもらおう。うまく、打って出てきてくれるといいのだが。あ、来た来た。今度は訓練してきたからな。思いのまま、ぶっ放すぜ。構え。放て。
花房正幸、討ち取ったり。敵はおじけづいて、もう出てこないのか。ならば、こちらから出向くぞ。構え、放て。戸川秀康などに構うな。なお家本陣へ迫り、その脇腹に停車してくれん。なんと、もう籠城か。こうなると、鉄砲の威力を発揮できない。今回の出陣、あまり益がなかったようだな。長居は無用、さぬきへ帰るぞ。さて、秋の本国。もうこれ以上の跳躍は無用。当家の主力を、賛美へ繰り出すぞ。出陣は、宗春と平八郎。ちょうど夜襲の射程範囲だ。かかれ。宗春、直家とほぼ互角。やっぱり平八郎は強いわ。お決まりの籠城だな。宗春、本丸突入は、平八郎に代われ。
朝船定近、討ち取ったり。多少の兵の損失は仕方ない。突撃せよ。直家も突撃してきたー。懸賞機なら、暗殺も仕掛けてくる直家だが、本作では、戦場では戦闘しかないからな。平八郎、直家の首をあげー。あ、いや、自害の言葉を聞きたいから、いけどれ。言葉でも何でもなかったな。ここで現在の半島確認。あの河野家が、元地下、元なりの二大巨頭を討ち取り、瀬戸内に派を唱える、大勢力にのし上がったぜ。といったところで、今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録をしてくれると、とっても、嬉しいです。では次回、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。